ワールズ・オブ・ザ・インペリウムは1961年にファンタスティックでシリアル化されました。多元宇宙の帝国はアメリカ合衆国の作家キース・スローマーによる SF 小説。もともとは1961年2月から4月の想像力の幻想的な物語に登場したもの。翌年にはマリオン・ジマー・ブラッドリーによりエースブックスから エースダブルウィズザスターズフロムザスターズとして出版された。ストックホルムの街中を歩いていたブライオン・ベイヤードは1日中何者かに尾行されていることに気づいた。追手を振り切ろうとして階段を踏み外した彼は3人の男に囲まれてしまった。1人が取り出したボンベのガスを嗅いで彼は気絶した。気がついたのは見知らぬ部屋の中。しかも振動と音がして 動いているようだった。彼を尋問しに現れたのはウィンター・タイイと名乗る男で、タイは国際関係と西暦1900年前後の歴史に特に興味を持っていた。タイは様々な人名や国名を言ってきたがベイヤードが聞いたことのないものが多かった。ここはストックホルムだが別のストックホルムに座標に沿って移動中だとも言う。連れて行かれた帝国世界では リヒト・ホーフェン、ベール、ゲーリングと名乗る男たちにも質問された。ベイヤードがいた世界は、暗い島国さんと呼ばれているらしい。この世界は、暗い島国にからの侵略に悩まされており、それを防ぎたいとも言う。勝負にの独裁者の写真を見せられた、彼は驚いた。それは、ベイヤードと、そっくりだった。名前も、ブライオン・ベイヤード一世である。 帝国側の作戦は座標移動で小美にの独裁者の官邸にベイヤードを送り込み、独裁者を暗殺して彼になりかわってもらうことだった。彼は作戦に参加することに決め、小美に世界について抗議を受け、官邸の構造を学び、顔を痩せさせるための食事制限をした。準備が整ったベイヤードは武器を持ち、密かに官邸の廊下に送り込まれた。 多元宇宙の帝国、矢野徹役、早川文庫 SFSF293978 年5月31日発行。この小説の続編は3つある。ザーザーサイドオブタイム、アサインメントインノーウェア、ゾーンイエローである。ありがとうございます。